はい、続きまして近藤養魚場さんの五色サイズの方が 14.5 センチです。お願いします。はい、まあ、この五色をちょっと紹介する前にですね、この間、東海地区で品評会がありました。この五色の兄弟鯉がですね15部20部と、特別賞をいただきました。またですね25部では、幼魚総合をいただいておりますので、この、五色の腹は、結構評価されているということだけ頭に入れておいて、お聞きください。はい、まあ、この五色はですね3段ではありますけどちょっと鼻つき気味の声で、まあ、僕はユニークな声だなと思ってるんですけどもう少し、大きくしていただいた方が、もっとすっきりした感じの声になってくるんではないのかなというイメージを持っております。はい、もうワンサイズ上げてこうベニとベニの間を見せてくれると面白いかもしれないですね。そうですね、はい、まあ、そういう見方で見てください。はい、それでは横の方お願いします。でも今年は五色の搭載の出来が良かったんですね。そうですね、ま、結構いろんなところで撮ってるという話も聞きますので。そうですね、たまには間違ってできてくれないとですね、潰れちゃいますんで間違ってできちゃったかなとじゃあ来年以降も続けましょう頑張ります。はいはい、もう本当に、まあ、五色もですね残り少ないんでもしお探しの方は際もいい鯉なんで、まあ、将来は楽しみだと思いますんで注目して見てやってください。はい、これからねサイズも大きくなってどうなっていくかっていうのところも楽しみですね。はい、はい、いかがでしょうか。こちら近藤養魚場さんの五色サイズの方が 14.5 センチになります。ぜひよろしくお願いします。お願いします。